ので20人の、ね、方が見てくださっているということで、はい、自己紹介を。はい、いのりんこと橋本いのりんです。156センチで 4L サイズを着用させていただいております。よろしくお願いします。はい、あいちゃんです。157センチで LL サイズを着用しています。よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。いのりんにあいちゃん、はい、ということで本日はですね、こちら東京からね、インスタライブの方をさせていただいております。お願いします。今日のテーマはですね、はい、パンツ vs サロペット、どっちが好き、いやどっちが好きかっていう。おお、こちら私たちもね、着用して決めていきたいなと思っているので、ぜひね、本日も約30分間皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあもう、では早速愛ちゃんここ立っていただいて、はい、じゃあこちらですね、着用しているものをね、言っていきますよ。はい、ではまずこちら上がですね、はい、バックスクエア T シャツ。バックスクエア T シャツ、はい、こちらが LL から VL サイズの2500円プラス税ということで、こちらはサイズは LL サイズですか。そうです。はい、でこれがカラーがですね、ブラックとホワイトがあるんですけど、今愛ちゃんはブラックを着用しております。でこの後ですね、はい、サロペットも中は一緒なんだよね。そうです、そう、中は一緒です。パンツとね、サロペットだけ変える形なんで、はい、まず先にパンツ、今履いてるパンツを紹介していきたいと思います。はい、こちらが大きいサイズレディース美脚ストレッチパンツ、はい、2680円の税込み2948円ということでですね、どうですか履き心地は。はい、ストレッチってついてるだけあって、うんうん、名前にすごい歩きやすさと柔らかさがえぐいですね。そう、それカラーは何ですかね。ボルド、ボルド、ね、これすごい色がブラックホワイト1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、あ、めっちゃある。10、そう、4色ぐらい、めちゃくちゃあるのと、サイズが S から 11L サイズまであるので、今履いてるのは LL ですか。 LL です。すごい、すごくゆとりがあっていいですね。良いですね。着用感的に圧迫感とかないですか。ないですね、本当に柔らかい。なんかスキニーとか独特の締め付け感みたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、がないですね。なるほど。え、ポケットはありますか。ないですポケットないですね、はい、はい、すごくいいですね。良いですね、かわいい、うん、動きやすそうでいいですね、うん、かわいいですね。あ、後ろにポケットが、あ、本当だ、後ろにある。すごい、すごい、スタイルもよく見えて、体に密着してすごくいいですね。サイズは LL ですね。 LL です。ウエスト周り見たいです。ウエスト周りゴムになってる。ゴムです。うん、すごく楽そう。マジ楽ですね。シャツの生地はどんな感じですか。シャツの生地も伸びるし、薄いからこの夏いいなという感じです。1枚でも着れるし、重ね着もできる感じでね。そうですね、はい、涼しい。じゃあこちらですね、次は私橋本いのりが着ているお洋服を紹介したいと思います。こちらダブルリボンフリルシアブラウス LL から 4L サイズの 4L サイズを着用しております。こちらが3480円のカラーが2色ですね。これ今着ているのがパープルで、ホワイトもあります。めちゃくちゃ可愛いです。ここがなんか2個リボンになってるんですよ、こう縦に。なんでこっちもリボン結んで、こっちもリボン結んでみたいな感じにしてシアブラスになっております。で今パンツなんでこれアウトしてるんですけど、スカートとかになったらインしたりとかしても可愛いのかなって思います。すごく夏っぽくて、透け感がね可愛くて、大人の透け感ということで最高ですね。でこちらがですね、最強、え、すごいのか名前が、虜になる履き心地、痩せたって聞かれる褒められ研究美脚、最強ストレッチテーパードパンツ2980円3278円。こちらもカラーがですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11色の、すごいすごいね、 LL から 6L サイズですね。で今こちら着用しているカラーがですね、これはネイビー、いや、モスブルーかな。ちょっと待ってちょっと待って、いや、わかるんだよ、そこに書いてあるのに。モスブルーかな、これは滑るんですね。こちらはね、着用感的にはすごく、なんだろう、スタイルアップって書いてあったんですけど、こういうパンツって結構なんか生地が余ったりして、私足が短く見えがちなんですけど、このパンツはすごく履き心地も最高で、もう全部ゴムになっててめっちゃいいですね。しかもここにポケットがあるので、これはいい、そう、携帯とかもこうスッて入れれていい感じです。後ろにもポケットがあるので、
ポケットまみれですね。これ1個履いてればもう出かけたらもうなんかいろいろ入れられちゃってていいんです。シア素材の時インナーの工夫が気になります。このインナーなんですけど実はめちゃくちゃしっかりした裏地がついてるんですよ。そう見えますかね、すごくしっかりした裏地がついているのであんまり透け感って言ってるんですけど実際ほぼ何も透けてないみたいな。確かにそうですね。私今インナー黒着てるんですけど多分黒が透けてることはあんまり、あ、後ろがちょっと透けてる。そうです、上の方、うん、でもそんなになんかしっかりした下地が、下地の裏地がついてるので、こちらですね、ストレッチツイルスキニーパンツ低身長3サイズあり2980円の3278円で、今着用しているのは 4L のネイビーです。でカラーもですね9色ぐらいありまして、股下が 68cm と 76cm が選べるみたいなので、あ、だからカラー自体は5色なんですけど股下 76cm と 68cm が選べます。おーすごいね、すごいよね、股下 68cm かわいい。低身長の味方ですね。ね、ミネギトロマルちゃんね、ちょっと低身長のそれをでこう選んでくださったんですね。すごい。そうで、こちらが、またしたら 68cm 用なので、こっちが低身長サイズ3用なのかなって感じですね。さっきのパンツとは違ってスキニーなので、なんだろう、密着感がもっとある、なんか余りがない感じがします。すごくお腹周りもね、良くて、これはここに2個ポケットと後ろに、あ、逆、今度はこっちにある、さっきこっちにあったの、あ、こっちもあるわ。いっぱいポケットがあってね、すごく履き心地がいいです。今これ 4L サイズなんですけど、私も股下68でいいかもしれない。ああ、なんかね、股下がでかいと結構こう上げなきゃいけなかったり。そうですね、そうそうそう、だからこれすごくなんかうって履いた感じがなかった、スクスッと履いて自分にフィットしたからすごくいいかもしれないです。私もどっちかというと低身長なので股下68cm すごくいいですよ、ね、伸び感はね、こんな感じなのでまだまだ伸びます。伸びる。はい、今私が着用しているのがフード付きスウェットサロペットスカートです。かわいい、かわいい。着用している色がグレーでブラックがあって、ブラックとグレーの2色展開です。今私が着用しているのが LL サイズです。かわいい、かわいい。なんかトイレの話さっきしてたんですけど、これスカートなのでそのままめくり上げてトイレできると思います。はい、でなんかウエストの部分紐でさっき私結んじゃったんですけど、こうやって自分の好きななんていうんですかね、絞り方で結べるので、ウエストもキュッてしていい感じにスタイルがよく見えるかなって思います。なんかサロペットって全部バーってバーってしてる A ラインっていうかな、なイメージがあるから、こうやってなんかちょっと絞れるところがあるといいですよね。はい、こうフードがついてます。そうだ、こんな感じで、すごい、これすごくないですか。何それ、すごい可愛いですよね。なんかフードがついて、さっき見た時にあれこれフードじゃねえ、すごいフードがついてます。え、なんか後ろ向いた瞬間急にギャル感増した。本当ですか、うん、ギャルなんですかね。それギャルだ。これなんかでもグレーギャルっぽいですよね。うん、ギャルっぽい、すごい可愛い、可愛いなって思いました。かわいい、めちゃくちゃかわいいよ。後ろ特徴的、確かに、うん、めちゃくちゃ特徴的、初めて見た、初めて見ますね、確かに、うん、サロペットにフードついてるの見たことないかも。すごいわ。スイルエプロンサロペットスカート4980円の5478円で、こちらがサイズが LL から 4L サイズの、私今 4L サイズを着用しております。でカラーがこちらベージュですね、ブラックかきベージュの中のベージュです。はい、これはですね、すごくなんかエプロンスカートっていう名前だけあって、すごいエプロンの感じも働けそう、働けそう、確かに確かに。しかもここになんていうの、バインダーが入る、でっかい、うん、そう、本当にエプロンなんじゃないかなっていう。お茶とか入るんですよね。うわ、夏、最高。そう、夏とか手ぶらで歩けますね。そうそう、こっちもあるから、こっちもポケット入れて、最高。え、これやばくない？やばいですね。これめっちゃ楽じゃん、革命だ。でうん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 、それで手ぶらでいける。そう、手ぶらでいけるからめちゃくちゃいいですよ ね、 いいですね、うん、これめっちゃおすすめですね。いはい、後ろみたいです。それがね、聞いてください、後ろがめちゃくちゃ可愛いんですよ。ちゃんと聞いてますか私ね、ごめん、生きてない顔。ここ横がね、なんかこうボタンになってて OK です。はい、このボタンを
こっちにすることでもうちょっとこうサイズをクシュってできたりとか、こっちもねリボンになってるので、ここでこの詰めることができます。で後ろね、これバッテンになってるんですよ。かわいい。だから着るときはかぶってきてみたいな感じになってます。丈感もね、あの156センチなんですけど、あの下につらなくてちょうどよくて、生地感は伸びないんですけど、ここのウエスト周りもすごくゆったりしているので全然大丈夫だと思います。プラスキュートの方からやってまいりました。かわいい、はい、デニムサロペットスカート LL から 5L サイズがあります。1980円です。で色はこのネイビー一色なんですけども、今ね私これ 4L サイズを着用しているんですけども、ちょっとね胸のあたりがね、私のサイズだと 4L だと胸がちょっと入らないことはないんですけど、ちょっときついかなって感じですね。あ、今タグめっちゃ出てる。普通に普通にタグが出てましたね。はい、なんか綺麗、なんかわかる、綺麗っぽっちゃないけど、うん、人によってはすごく圧迫を感じてしまう。そう、でも私は圧迫あるの好きなんですよ。あ、うん、でこっちがね、あの 5L サイズなんですけども、こっちだとすごくゆとりがあるように着れるかなって感じです。で後ろがねこうゴムになっているので、なんていうんだろう、締め付けられてるんだけど苦しいっていうわけではないですね。でポッケはついてないです。で透け感も全くなく、かわいいです。かわいい、はい、ガーリーですね。ね、ガーリーだよね。かわいい、やっぱプラスキュートからやってきただけある。かわいい、はいはいはい、かわいいですね。すごいいいよね。良い、はい、めちゃくちゃいいです。祈りバスト大きいから。そう、なんかバストがすごく大きいのがね、あの服を着るときに結構悩みになるんですけど、あのなんだろう、はないかなって感じだけど、まあ圧迫感がちょっとあるので、あの私と同じようなサイズの方は1個大きめの 5L サイズをおすすめしております。ということでね、今週はこちらで以上になりますが、東京からお送りさせていただきました。ちょっとね、あのね、ドッタマトンだったんだけど、こうやって無事にお届けできてよかったです。ではありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。